裁判外紛争解決手続き。裁判外紛争解決手続き。裁判が異紛争解決手続き。とは、訴訟手続きによらない紛争解決方法を広く指すもの。紛争解決の手続きとしては、当事者間による交渉と裁判所による法律に基づいた裁断との中間に位置する。ADR は、相手が合意しなければ行うことはできないが、 紛争解決方法としては、あくまで双方の合意による解決を目指すものと、仲裁のように、第三者によって、法的判断が示されるものとに対別される。ADR の種類には圧戦、調停、仲裁がある。圧戦は、当事者同士での交渉で解決を図ることを目的と、し、圧戦人が間に入って、当事者同士の話し合いを進めて、解決を図るものである。 あくまで当事者同士の話し合いによった解決を目指す制度で圧戦人が解決案を提示することもあるが拒否することができる。朝廷は朝廷人が示した解決案を拒否することができるが、仲裁判断は裁判の判決と同じ効力があり、当事者は拒否することができない。また構想や上告等の不服申し立ての制度はなく、仲裁がなされたケースについて、 裁判を起こすことはできない。仲裁とは事前に当事者同士が仲裁を受けることに同意する。仲裁合意した場合に仲裁人が仲裁を行うものである。なお、機関によって ADR の故障は異なり、故障が圧線であっても内容は調停であることもあるので利用する際には確認が必要である。ADR の代理人は主に弁護士であるが、 弁護士法第72条に反しない範囲において、ADR 実施機関の仲裁規則等により、単独でまたは弁護士と共同で、司法書士、弁理士、社会保険労務士、土地家屋調査し、行政書士、建築士等の専門家にも ADR 手続きの代理を認めることがある。また、国外の ADR では、法律で代理人の資格に一切制限を設けていないことある。 弁護士と司法書士は ADR 機関に対する申し立て書類の作成を行,として行うことができる。ADR を利用したい人が ADR 指定機関に申し立てを行い、申し立てを受け付けると ADR 機関が相手方に連絡する。ADR による解決が望めないと、場合によっては却下されることもある。相手方が ADR に合意すれば手続きが始まるが、 拒否すれば、手続きは成立しない。ADR 手続きが始まると、圧戦人、調停人、仲裁人が決定される、複数の候補者から当事者が決める場合もある。そして圧戦、調停、仲裁が行われる。圧戦、調停の場合は、当事者が合意すれば、成立となり、手続きが終了する。当事者が拒否した場合は、不成立となる。仲裁の場合、 仲裁人が仲裁判断を行うが、事前に仲裁合意を行っているので、当事者はこの判断を拒否できない。裁判外紛争解決手続き、ADR は当事者間での交渉が不調に終わった場合の紛争解決手段である。同様の解決手段として裁判所を介して行う民事訴訟がある。以下、ADR の民事訴訟との違いについて記述する。 民事訴訟と比較した場合の ADR の長所としては利用者にとっては費用が少なく済む非公開のためプライバシーや社内技術などが外部に漏れるリスクを回避することができ訴訟と比べて時間がかからない手続きが裁判のように難しくない電話で申し込める期間もある当事者の都合に合わせて日時を決めることができるなど当事者の意向に応じて 柔軟に対応する子が可能という点が挙げられる。また、実施期間が裁判所に限定されず他の期間で紛争解決を行うことにより、裁判所にとっても持ち込まれる紛争が減り、紛争処理に関する負担の軽減につながる。一方、短所としては、仲裁での解決を選択すると訴訟を起こす権利が失われる話し合いベースの ADR の場合、 必ずしも紛争解決に至るとは限らない ADR 機関が一方の当事者と密接な関係にあるケースではもう一方の当事者にとって不利な裁定が下される恐れがあるなどの点がある ADR の存在を知らない人が多いことや判断の公平性への疑問などが挙げられる各国における裁判外紛争解決機関については 内閣府国民生活審議会における第16次消費者政策部会報告の資料などを参照されたい。日本における ADR の手続きは ADR 機関と呼ばれる紛争当事者と関わりのない第三者機関によって行われる。機関は司法機関、行政機関、民間機関に対別することができる。行政機関や独立した行政委員会、 以下、主なものを列記。民間機関については、裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律の施行、2007年4月1日により、本法により紛争解決機関の認証を行うことになった。ちなみに認証第1号は、日本スポーツ仲裁機構、2007年6月6日、認定であった。以下、主なものを列記。 先ほど挙げた訴訟手続きの欠点を補い気軽に利用できる紛争解決の手段をということで裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律 ADR 法を定めて司法制度改革の一環として ADR の推進が目されている推進が始まったきっかけは司法制度改革審議会の司法制度改革審議会意見で ADR が裁判と並ぶ 魅力的な選択肢となる、要拡充、活性化が必要であるとし、関係機関等の連携強化の促進と、総合的な ADR、ER、の制度基盤及び、仲裁法制の整備を提唱したことである。司法制度改革推進本部が設置され、同本部では、司法制度改革推進計画を決定し、関連機関の連携強化のため連絡会議を設置することや、手続きや、 機関などの情報提供を一元的に行えるようにすることや糞の内容に即した法律以外の専門家も ADR に活用する計画を立てた同計画に沿って ADR の拡充活性化関係省庁等連絡会議が設けられ関係省庁が重点的に取り組むべき事項をまとめた AD の拡充活性化のための関係機関等の連携強化に関する アクションプランが作られた。同プランには、ADR への理解の推進、圧旋人、調停人、仲裁人の確保及び、育成、国民生活センターの相談窓口としての、機能向上、ADR 機関への交通の向上などが盛り込まれた。また、総合法律支援法には、国や地方公共団体や弁護士会や司法書士、弁理士、社会保険労務士、税理士、 行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士等の法律家の団体と ADR 機関などが互いに連携して、さらに連携強化をしなければならないと定められている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。